はい、こんにちは。日本改革党まだ豊島区議会議員くつだりょうじでございます。かつあき様、お手紙いただきました。ありがとうございます。都市2051様、ポニコ734様、この方たちは、京子様、杉ちょびれ様、エリザベス様、橋本様、キモオタ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。幸子様、ひろゆき様、ひろこ様、加藤様、田中様、ポスティングボランティアお申し出誠にありがとうございます。残り少ないっつっても1週間はあるのか。早速なるべく早くチラシを送らせてもらいますんで、よろしくお願いいたします。動画説明欄のもっとリムのもっと見るから飛ぶですね、ご支援フォームの、URL が FC2 の仕様変更でリンク切れになっておりました。なんか FC2 の2かなんかになってて、いつの間にか URL 変わってんだな。申し訳ございませんでした。修正、いたしましたんで、また飛べるようになりました。ご住所とかお名前とか、書き込むようになっておりますけれども、申し訳ありません。政治資金、収支報告書に記載しないといけないもんすから、政治団体なもんすから、誠にお手数おかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。メール党員限定、参院選決起集会は締め切らせていただきました。あしからずご了承ください。こそっとやりますんでとある場所で、よろしくお願いします。遠くはですね、島根から来てくださる方なんかもいらしてですね、驚いております。メルマガ末尾につけたですね、日本は超固体である、昨日のメルマガからつけました3ページほどの画像なんですけど、これは完成品の漫画化作品ではなく、原作の私が作ったラフな絵コンテです。毎日3ページずつつけようかと思っております。決して完成品の漫画、今漫画化しているものではありませんので、絵コンテですんで、ああだいたいこういうことかみたいなですね、日本は超固体であるという説のご説明、していこうかと思っております。まあこんな感じですね。やるをとやらないをで、私がしこしこと作ったものであります。本日は豊島区議会一般質問1日目で、5時過ぎまで、朝から5時過ぎまで、やってきたんで多少疲れておりますけれども、共産党議員が相変わらずですね、核兵器廃絶条約に批准しろとか言っててですね、それ区長に言われてもな、区議会でそれ言ってもなって、消費税を 5% にすべきですって、それ区議会で言ってもな、財務省に言えよなんて、区長しておりました。他議員の質問で判明したんですけれども、大塚駅北口広場の公衆トイレでですね、男女別表記が分かりにくくって、女子トイレに男性が乱入する事案が複数回発生したそうであります。事件つうか、刑事事件になってない、警察乗り出してないから、まあ事案でしょうね。きっとね、フェミがうるせえからそういうことになったんでしょうね。なんつうの、分かりにくい表示なんかね。やつらね、男女平等と男女の差異、つまり性差をなくすことが男女平等だって勘違いしているバカどもですからね。もちろんわざとなんですけど、例えば女子高生にズボン剥がせようとしたりさ、目的はですね、恋愛や結婚を減らす狙い、ひいては少子化で日本が滅びればいいって思ってる連中がこういうことをやらかしてるんですね。男女平等の名のもとに男女の差異、違いを、なくそう。男女平等って言うけどさ、男が子供を産めるようになんね限りは平たく等しくなんかなりっこなくね。
皆さんそう思いませんか。やずら言ってんの、そもそもが無理難題なんだよ。男女平等、平たく等しくなんかなりっこねえから。何のためにあの生物は男と女、オスとメスに分かれたんだって話ですよね。あいつらあのアメーバみたいな単生生物に戻りでえのかな。事案を受け区が、男は青く、女性の標識、トイレの標識は赤く色をつける措置をしたそうであります。残り百数十箇所の公衆トイレ、豊島区内のね、それもあの順次変更していく予定、とのこと。またですね、現実が凶猛に勝ってしまったというです、あの凶猛、男女の差異をなくそうというですね、男女平等の名のもとに、それがそもそも間違いだ。平たく等しくなんかなりっこね。男女公平だったらありえますね。男も女も公平に機会があるとかですね。平たく等しくなんか無理だわって感じですね。凶猛が現実に勝った例、勝っちゃった例なんですけれども、茨城県高萩市、ここは私が長らく行ったいわき市に、すげえ近いとこで、懐かしいななんて文字見た途端に思っちゃったんですけど、配布ランドセルを紺色に統一すると発表。今までは赤と黒、男の子には黒配ってた、女の子には赤いランドセル配ってたらしいんですけど、それ全部紺にすっから。男女平等の名のもとに、ハーモニー高萩2ですね、市民団体がジェンダー平等を言い出して、男女平等を言い出して、で市役所内の自治労の連中と結託したのかな、左翼の連中と結託したのかな、まあそういうことになってしまいました。だから女の子も紺色のランドセルしょって学校行くようになっちゃったんだって。ネットの反応です。好きな色選ばしてやれや。多様性とは一体、平等ってそういうことじゃないでしょう。好きな色を持たせてやる。多様性と言いながら統一化する全体主義、何なの。自由な国じゃなかったのかよ。ノイジーマイノリティに負けて赤いのがいいという女の子の希望をぶち壊すのが平等なのかと。ランドセル屋と癒着してるだけなのでは。そうかもしんねえ。ランドセル屋、赤と黒用意するより紺色のだけ用意すればいいって言ったら、それは利幅が大きくなるかもしんねえね。癒着してんのかもしんねえな、これ。人民ランドセルと。高萩では市が配布してんだって。小林さん家のメイドラゴンのカンナちゃんは自分の好きな色買いに行ってましたけどね。高萩ではそうなんだ。それだって元は税金でしょうよね。男も女も人民服っていうのが連中の理想なんかね。そのハーモニー高萩っていう連中、多様性とか多文化共生とか言ってるくせに、結局はね、自分らが認めたものしか許さねえっていう嘘8億ですよね。男女平等だ、紺色だみたいなね。そういえば共産党はですね、赤旗で多様性の統一とかなんかすごいことほざいてた、あれですかね、あれですかね、多様性の統一ってなんで一体っていうですね、どういうことだみたいな。つまり共産党が認めたものしか許され、多様性とは言いつつも、赤いのがいいっていう女子の願いをぶち壊してますよね、これね。私は年齢問わず女性が好きなんで許せませんな、これな。高萩には分かってて、こういうのちゃんと分かってて、男女平等いうやつろくなもんいねえって分かってて阻止する議員はいなかったのかな、これな。こういう動きが高萩市でありますよって、SNS かなんかで言ってくれたら全国から応援が行ったり伝達したりして、武蔵野市みてえに阻止できたのにね、残念でございます。なんだそのハーモニー高萩ってよ、どうせ裏で共産党あたりとつながってんだっぺ、思いますけどね。
日本人みな親戚の超個体主義からするとですね、親戚の子供には好きな色を選ばしてやりたいよね。やりたいよね。親戚じゃないですね。外から来た連中。外から来た連中。全然あの日本人と血がつながってない連中は、日本人の子供、支配対象としか見てないってことなんですかね。日本人は、日本人の子供は親戚だから、好きな色選んだらいいんだねな。かわいいかわいいって、愛する対象ですけど、そうじゃねえ連中、男女平等うるせえ連中は、まあ、あの支配対象としか見ておらず、みんな、なんか変な色の人民服着せで、そういう気持ちなのかね、思います。テレビ局ピンチ。なんかいつもいつもピンチですね、テレビ局。どの局も視聴率ワースト記録更新が止まらないっていう記事。トースポの記事なんですけど、その原因として、長引くロシアのウクライナ侵攻に戦争映像を毎日見せつけられるのを視聴者が嫌がり、それが視聴率低下の一因と挙げるテレビマンも出始めている。つまり、ロシアのせいって言いたいらしいんですけど、ネットの反応です。そんなこと言ってるから見放されるんだよ。クイズと食い物ばっか。幼児ですら YouTube。コロナでいい加減な情報垂れ流し続けた反動でしょ。テレ朝の生きり方はもはや雑誌ムーのレベル。テレ朝の生きり方、何で生きてんのかね。コロナでも生きて、ロシアでも生きてんですかね。二十歳の息子は一切テレビを見ない。これ多分テレビがあっても全然見ないってことでしょうね。単純に面白くないから見られないことを意地でも認めようとしない。まあ、今回もね、ロシアのせいだっつってる、書いてありますからね、トースポにはね。そんなわけねえじゃんね。テレビ捨ててもう18年か。全く困らんのだが。これ私と同じぐらいだな、この方な。そのぐらい経つな、私もテレビ捨ててからな。あと10年持つかな、テレビ業かな。消滅しないまでも、メディアの王様から、一平卒ぐらいには落ちぶれるんでしょうね。テレビマン、今みたいな給料もらえねえよ。テレビマン、今みたいに NHK ですけどつって追い張りして、取らせんのが当たり前だぐらいの傲慢な態度も取れなくなってくるよ。NHK お断りっつってね、NHK、この野郎国賊、罵倒されて取材詐欺でね、月額440円の D アニメ、ドコモがやってるアニメなんですけど、で、私いっぱいいっぱいですもん。毎日毎日1本か2本見てるやつが更新されまして、マトリックス4見れたら、まだ見れないんですけど、まだ乗っかってないんですけど、マトリックス4見れたら、もうアマプラ解約しようかな。D アニメでいっぱいいっぱいだなって思って、アマプラ、D アニメ、始めたら、アマプラ全然見えなくなっちゃって、私、いらねえな、これ。マトリックス4、見れたら、とうとう映画館には行けませんでしたので、アマプラやめようかな、なんて考えてるところであります。テレビどころか、このように、ネットのサブスクも、競争激化って感じですね。まあ10年持つかなって言いましたけど、私がギャオギャオ言ってテレビの寿命を1秒でも減らしたろって、思っております。皆様応援よろしくお願いします。デトックスジャパン。